マミジロミツドリは、スズメメマミジロミツドリ科の鳥類である。かつては、アメリカムシクイ類か風金鳥類の一種とされていたが、現在では、多くの学者が一族一種のみの人重型の都が、マミジロミツドリ科であると考えている。アメリカ鳥学会は本種を、所属不明としている。シブリアールキスト鳥類分類では、ヒワミツドリ族と、同じくアトリカホウジロアカ風金鳥科に分類される。 南アメリカの熱帯地域に流暢として生息し、北限はメキシコ南部、西インド諸島である。フロリダ州でも稀に名鳥として飛来する。マミジロミツドリは体長が約11センチメートルと非常に小さい鳥である。くちばしは細長く曲がっており、花の蜜を吸うのに適している。舌もその植生にあった、ふさげのある感情になっている。 花の側面から花びらを突き刺し、充分させることなく、蜜を吸うこともできる。なおマミツ蜜鳥は、蜂鳥のように低皮することはできないため、蜜を吸うまは、枝などに止まらなくてはならない。また、果実や昆虫なども食する。約40の亜種が知られている。元亜種は、背面は、暗い灰色で、頭は黒だが、白い眉藩がある。喉は、白色で、 腹は黄色である。死ゆともほとんどさえはない。亜種の中には全身がほとんど黒いものなど、元亜種とは全く異なる色彩の亜種もある。砂糖を食べに来た、マミジロミツドリ来ればフラビアらしばしば庭などにも飛来し、あまり人間に対する警戒心はないようである。マミジロミツドリをシンボルとしているアメリカ用バージン諸島では、マミジロミツドリをおびき寄せる方法として、 ボールや餌箱に下流状の砂糖を置いておくことが一般的であり、そのため、シュガーバードとも呼ばれる。西インド諸島に生息するものは、映像場所を狩り鉢の近くにすることで、巣の捕食率を下げている。40アシュが知られており、これを九種にすべきという意見もある。全身が黒いアシュもおり、アシュ間で外見がかなり異なる場合もある。 ありがとうございます。